井口優香です。じゃあ早速何の説明もなしにチンクラやってみたいと思います。まあでもチェンクロ簡単だから説明なしでもやれんだろっていう感じなんですけど、だがしかしさすがに私一人だと不安なので、本日はですねチェンクロニクルのチーフプロデューサー新小田さんと一緒にプレイしていきたいと思います。どうぞ。はい、お世話になっております。新小田裕二でございます。新小田裕二、すごい名前だ。究極の出落ちって言われてますねじゃあ新小田裕二さんと一緒によろしくお願いします。すごい人が来てくれたチーフプロデューサーさんじゃないですか。チーフプロデューサーさんです。じゃあもう私が、はい、もう何の説明もなしにまずやってみるので、はい、何か間違ってたりしたらその都度突っ込んでいいんですか。はい、教えてください。かなり突っ込み体質ですけど大丈夫ですか。あ、もう全ずんずん来てください。わ、はい、かりました。ガンガンいきます。じゃあまず早速ここにねあるのでどんどんやっていきますよ。この割と、はい、はい、序盤からこれがマップですね。マップ、はい、これマップですね。マップでございます。マップをどうしたらいい、はい、まずマップをですね、そうですクリクリするとですね、クリクリすると動くぜ。割ともう動く、すごいぜ、ぬるぬる動くでは早速プレイしてみたいと思います。はい、やあ羽ばたきの村です。やあフリーで、はい、はい、1人レベルの高い人がいいですね。なるほど、はい、いっぱいいますね。レベルはこの横のあれを見ればいいんですね。そうですね。この子が一番高いです。ゆうりちゃん。そうですね。8、はい、5、6。じゃあこの子にします。はい、いや、これで始める、うん、いいんじゃないでしょうか。始めるぜ。よし、さあいけるかな。説明もなしにって言いつつガンガンに教えてもらったっすでもバトルはもう僕何も言いません。わかりました。ここからはじゃあ私の直感で戦いますね、はい、始ま、なんだこれは、なんだこれ、ストップ、なにこれなんだこれ、どうしよう、なんか来てる、やだどうしよう、どうしよう、あ、なんかやりました、なにこれ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 、どういうことどういうこと、あ、倒れました、あ、どうしよう、あ、なんか出ました、勝ってます、勝ってます、宝箱、なにこれ、これは、お、勝手に止まる、なにこれこの人が一番強いですね。主人公ですよね。弓打ってる子がいます。あ、なんかこのヒール、なるほどなるほど、何ですか、あ、なんかしました、はいはい、なんか、あ、やるそうきましたか、殴られた、なん、必殺、はい、何ですか、え、あ、揃いましたよ。です、え、何必殺をしてみよう。あ、石田さん、そして空振り、あ、なにこれ、なにこれ、石田さんに謝っていただきます。ごめんなさい、はい、大丈夫です。なにこれ、なにこれ、頑張りましょう。いや、お、そして弓矢が前に出るという、弓矢が前に出るいいですね、はい、褒められたぞ。かなりいいと思います。いい感じだ、ストップ、はい、なにこれ、このさっきから来るこれ、いけ石田さんなんかどうしよう、あなた誰、あ、ま、前、あ、え、どうしよう、宝箱なかなか出てこないですね。そうですね、宝箱は、あ、はい、ランダムなんで、はい、なんだなんかヒールしてくれました。石田さんが行くぞ。石田さんがやれば一発だぜ。あ、終わりました。はい、ボスが主人公。なんか来た、おー、みんなどうしよう、どうしよう、ちょっと待って、頑張って どうしたらいいの、今私は誰を殴ってるんだ。頑張ってなんだな、マナー持っていくよ、よろしく。石田さんが掴んだ、お、光掴んだ、何これ、いや、おー、あー、勝利、なんと勝ちました、これ勝ちました、勝ちました。あ、かわいいこのポーズ、やった、レベルも上がりました、レベルも上がりました。私の采配がうまかったからですね。いいですね、やりたい放題じゃないですか、やりたい放題、何ですかこれ、ですね、あ、これ間違えてもしました、助っ人に来てもらったプレイヤーにはですね、フレンド申請というのができまして、はい、フレンドになるとその人のスキルとか、必殺技とかが使えるようになります。へえ、じゃあ申請しますか、はい、ぜひフレンドをたくさん増やして、あら、これフレンド大事ですからね。うーん、
いろいろなんかやってる間にいろんななんかきっと大事なことがあっただろうし、フレンドとか宝箱も、はい、もう思い出せないぐらいいろいろ大事なことがありました。なんか宝箱から出て、お出てきました。宝箱からも新しい仲間が。お姉さん、これは星は一つですか？星は一つですね。ほほん、記憶の重りはごめんだよ。なんか綺麗なお姉さんに話しかけられちゃいました。ポーッとされても困りますけども、あの酒は飲んでも飲まれるなってね、はい、どうですか？飲まれちゃいけませんよ本当に。仲間になりたいって言ってます。飲み交わそうか、飲み交わそうか。こんな綺麗なお姉さんにね。やったー、仲間増えた。あまた来た。みんな星一つですね。はい、私なんとなく知ってますよ、はい、星一つは。はい、まあ大体、はい、そんな感じになってます。太陽も嫉妬しちゃうぜ。誰ですか？これは、はい、柳田さん。ナックルス柳田さ ん、いろんな方が声を当てられて、なんだちょっと、オレッチって言ってましたね。オレッチ、かわいい人ですね。かわいい人です。オッケー。いや素晴らしいじゃないですか。でもう初回からいきなり勝てましたね。完全勝利の上にレベルアップまでして、はい、仲間も2人増えました。仲間も2人増えてっていう、もうフレンドも本当やりたい放題でしたね。あら、あいや素晴らしい。うまいですか？はい。ん？いや、これあれですか、ダメ出しとかした方がいいですか？できることならあるならば。ですね、あるならばですよ。無理にひねり出さなくても。あ、そうですね、はい。いっぱいありますね。なんで？残念ながらこれ尺が足りないぐらいいっぱいあります。じゃあ何かうまい戦い方とかあれば、私だけでなくみんなにもぜひ。はい、一応まあパーティーをもう一回ちょっと開いてもらっていいですか？パーティーを開く。パーティーメンバーを。はい。はい。一応職業がですね、それぞれありましてですね、そこにあの剣のマークとか、はい、盾のマークとかあると思いますが、はいはい、まあこれが職業を表してますと。うん、で、盾のマークと剣のマークが、うん、まあ戦士と騎士で。はいはい。まあ、前衛というかこう前に出ていってガンガンこうもう近接攻撃で肉弾戦で戦うのがこの2つのパー職なんですね。なるほど。で、その横のマリナちゃんですね、ミシディアさんはですね、まあこれ僧侶とですね、あと弓使いなんですよ。はいはいはい、撃ってましたね。はい、なので、僧侶はですね、攻撃する代わりにですね、攻撃もするんですけども、はい、攻撃する代わりに、選手とか騎士を癒してくれる。傷ついた攻撃しながらも。そうなんですよ。すごい。まあ、でもね、攻撃しながらだと回復してもらえないので、あの先ほどガンガンマリナさん前に出てってましたけど、はいはいはい、間違いです。うえー、ダメです。ダメ。はい、できればですね、はい、マリナさんにはですね、後ろにこうドエンと構えていただいて、回復をしていただくと。なるほど。はい。でミシリアさんはですね、先ほど弓矢をね、はい、ガンガンやってましたよ。ガンガン打ってたと思うんですけど、はい、ミシリアさんもガンガン前に、はい、はい、いけいけどんどん出しちゃってましたけども、はい、ダメです。なんで？ダメです。かける5ぐらいダメです。かける5。はい、近距離攻撃させちゃうとですね、はい、せっかくの攻撃力が下がっちゃったりするので。へえ、遠い方がいいんですか？はい、遠くからこうビシバシ狙うっていう。へえ、はい、なるほどな。そうなんですよ。で、まあ、弓使いとあと魔法使いっていう職業も、うんうん、まあ、この中でパーティーには入ってないんですけど、はい、まあ、その2つの職は、うん、まあ、もう遠くからバンバン撃つっていう。へー。戦士と騎士でこう、敵を食い止めながら後ろからバンバン撃つっていう、そういう姑息な感じで。後ろから撃つ場合は、はい、どうやって選択したらいいんですか？ですね、キャラをですね、うん、タップしてですね、タップして、これ実際にやった方がいいですか？あ、じゃあちょっと実際やってもらいつつ私もやります。え、やりたいから。そうですね、はい、はい、じゃあ押し合いこしましょう、はい、じゃあ邪魔。2人で詰将棋してるみたいなとってもやりづらい感じでやりましょう。あ、はい、先生、やりましょう、はい、やりましょう。はい、このまずこれなんですか？このストップは押さなくていいんですか？ですね、うん、あ、まあ目押しできる方はやってもいいんですけど、まあ、なかなかね目押しできないんで、これは別にほっといても。痛い。大丈夫でございます。先生痛い。はい。あ、これ痛いと思っててもほらここマリナさんがこれ一生懸命。本当だ。一生懸命これ癒してくれてるんですよこれ。なるほど。今何も我々押してない状態ですよね。そうなんですよ。あ、押してなくても自動で戦ってくれるんだ。
るんだ、はい、敵が攻撃範囲に来てくれたら、はあはあ、戦ってくれて、で自動で僧侶さんを癒してくれる。あらららららで、これ遠距離なんですけど、うん、敵がですね、うん、同じラインにいないと攻撃してくれない。なるほど。今はたまたま同じラインにいるんで攻撃させてくれてますけども、うんうんうん、例えばこういなくなった時、こうやってタップしてるんで、こうドラッグするとですね、位置がずれた。すごい。こう横にずれて、はあ、こう敵を狙い撃ちするみたいな。これちなみに隣に人がいる時はずれられるんですか？隣に人がこの人がこっちにずれることはできる。入れ替わりもできますできた。今ドヤ顔されても結構ありますけど、はい、すごい。じゃあもうマリナさんは一番後ろにいてもいいぐらいなんですか？一番後ろにいてもこれまだいい質問出た。これ回復の範囲が決まってましてですね、あんまり前に出ちゃうとこの回復が届かない場合があるんで、その回復範囲も気にしながら。なるほど。やっていただくと。じゃあ今ぐらいがいいんですね。今ぐらいがちょうどいいです。大体2列目にいていただく。なるほど、はい、とこうやって戦っていけばいいんですね。そうです、まあ、いわゆる近接攻撃の、人にはですね、僧侶、まあまあそうですね、僧侶の人はできるだけ戦わない方が。え、この人何ですか？この人も実は僧侶なんですよ。あ、男の僧侶もいるんですね。男の僧侶もいるんです。これもちなみに石田さんですけどね。あ、大事にしなくちゃ、はい、じゃあ石田さんは下がれ。なんか大きいのって、あ、そうだ、これはボスですね。どうしよう。こういうことしてたらこの子が、あ、ここが必殺技、必殺技、こういう鳥こそあれを掴む。マナ持っていくよって言ってくれる、これは、はい、ピリカがですね、押すといいんですか？はい、ボスウェーブの時はですね、うん、マナを持ってきてくれるんです。へー、どんどん。あ、なんかこう自分の敵倒したら助けにまた行ってくれるんですね、石田さんは。はい、自分の石田さんはね、もう何でも46キャラやってくださるぐらいですから、何でもやってくれるんです。なんか気づいたら勝ちました。あ、レベルも上がりました。よかったですね。今回もやりたい放題でした、ね、やったー。また2人もレベル上がって、なんかフレンド申請をしちゃってみたいな。あ、ランクまで上がっちゃった。ランクまで上がっちゃった。しかも宝箱またいっぱいゲットしたんで。ゲットしました。素晴らしい。ランクも上がっちゃった。素晴らしいです。私はまだ一人で、一人なの、ラジオしているのに。お、お、またさっきと同じでしたね。同じやつも来るんですね。同じやつも来ちゃうんです。俺っちはもういらないっち。申し訳ないです。このピリカのですね、可愛らしい妖精のカードはですね、はい、これは合成用、まあ後ほどね、合成というのをやっていただきますが、合成用の成長アルカナと言いまして、はあ、合成専用のアルカナとなっております。合成、これも今後大事なキーワードになっていくんですね。その通りで覚えました、はい、合成。へえ。まだある。来い。まあいいんですか。はい、これはですね、フリークエストでですね、宝箱を4つ全部ゲットすることができるとですね、それで報酬がまたさらにいい報酬がですね、へえ、もらえてしまう。なんと2回で、うん、星2つ。あ、なんかこれいい感じですか。成長あるからのですね、うん、1よりすごい、2が出ました、うん、やった、はい、本当にやりたい放題ですねすごい。なんかでもうまいこといきましたね。素晴らしい。ビギナーズラックトゲ、なんと2回で。これは今後が楽しみですね。はい、末恐ろしい。